どうでしょうか。申し訳ありません。あまりにお日様が暖かかったのでミルクティーをいただいていたら、そのままうとうとと。あ、そうですね。昨日はなぜか極端に寝相が悪かったようで、寝癖でしょうか、とんでもないことになってまして、大変でした。あ、申し遅れました。実相寺冬葉と申します。お仕事は図書室の絵本担当の司書をやらせていただいてます。私は高弘さんのことはよく存じ上げてますよ。そんなことありませんよ。名前以外にもよく存じ上げてますよ。それでは、ご本の続きをお読みしますね。あ、どうなされましたか？はい、そうですが。高弘さんが安眠していただけるように、図書館司書の私にはそれくらいしかできませんから。高弘さん、私は高弘さんにご本をお読みするために急いで全ての仕事を終わらせたのですが、そうですか。ではせめて悪夢などを見たときは私をお呼びください。すぐに楽しい絵本をお読みして高弘さんの気持ちを和らげますから。ちぃ、そんな、睨みつけるなんて、申し訳ありませんでした。ただ、高弘さんをお守りしていただけです。はい、悪夢をご覧になられてたら、すぐにご本をお読みして差し上げようと。ですよね。申し訳ありません。気が利かなくて。はい、申し訳ありませんでした。ち。ち。
ドキドキ。じはあ、ご覧になられたのですか？あ、はい。あ、何をお読みしましょうか？お気に召しませんでしたか？高弘さんはよく図書室でマシン言語関係の本をお読みになっていたので、こういう本がお好きなのだと思いまして。わかりました。それでは次は高弘さんがお気に召すようなものをお読みします。浦島太郎というお話ですが、よろしいでしょうか？はい、それでは浦島太郎です。昔々あるところに浦島太郎という青年がいました。彼は非常に真面目で、浦島太郎はいじめられた亀を助け、
文具城に連れて行ってもらいました。浦島太郎は帰る趣旨を乙姫様に告げました。すると乙姫様はたくさんの宝物を持ってきました。それはそれはたくさんの宝物を浦島太郎に贈与しました。これはだいたい900万円相当のもので、この場合は贈与税に該当する可能性があります。贈与税は一人が1月1日から12月31日までの1年、特に浦島太郎の場合、扶養控除者が死亡しているために、死亡した人が自分を被保険者として保険料、ちなみに年率 5% までは夫婦の間で居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための金銭を、高弘さん、いつも税理関係の本をお読みになられるので、あまり面白くなかったのでしょうか。あ、そうですか。それは残念です。あ、お仕事の途中ですものね。よろしければまた来てくださいね。さんがお気に召すような絵本をお読みしますから。そうですか。お仕事頑張ってくださいませ。排気管を掃除していたのですが、ダメだったでしょうか。あ、リニアロボットですから大丈夫ですよ。ですから大丈夫ですよ。
でも排気口のお掃除をしなければ。裸で排気口のお掃除ですか？そんなタカヒロさん、今リニアに触ったらタカヒロさんが汚れてしまいますよ。ほこりだらけなんですから。はい、すみませんです。タカヒロさん、そんな髪型まで、その、汚いですよ。リニア、ホコリだらけで。謝りますから許してください。せっかくタカヒロさんがやってくださったのに。